するときの条件。お金。収入お金。お金側です。お金側です。お金。お金です。お金ですよね。やっぱり収入とかね。優しくてお金。趣味が合う。わがままを聞いてくれる人、面白い人、一緒に笑ってくれる人がいい、楽な人、一緒にいて楽な人。日本人比我想象中的要看重钱，不是看重钱，但是钱是必须的，必须的，必须有要那个一定的生活费，但是没有太高的要求。他们张口就说1000万日元年收，这个在日本挺难的，任性了。安定した収入。安定した仕事してるから安心感。子供を大切にする人。子供好き。家族を大切にしてくれる人。包容力。包容力。中国の男性のことどう思いますか？私は日本人以外ないです。なんか言語が通じれば。英語とか他の言語喋れないので。日本語喋れる中国人だから。国際人っていうの文化の違いがちょっと嫌なので。理解し合えれば大丈夫。お互いを。書いたことあるかな。日本語喋れたら全然大丈夫です。確かに。日本で生活するんだったら別に中国の人でも海外の人でも問題ない。なし。なし。はい。はい。残念ですね。日本人がいいんで、無理かもしれない。ちなみになぜですか？言語の壁もあるし、言葉の壁。なんか付き合うなら日本人がいい。ちょっとなんか他の国の人は。あっちが日本語喋れたら。自分が好きになったら全然大丈夫。全然付き合います。私は全然はい。付き合えると思います。人による。日本語喋れてちゃんと言葉が会話が成り立てば、中国人でも韓国人でも世界は関係なく、そう、因为他们只能接受跟日本人，就是有文化的区别，文化上的爱的障碍。然后说能跟中国人交往的人呢，都说如果会日语的话，还有就是如果能够长期居住在日本的。